フレディアレハンドロ・グアリン・バスケスは、コロンビア・ボヤカ県プエルト・ボヤカ出身の、同国代表サッカー選手。ミジョナリオス FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2004年に、コロンビアのエンビガド FC で、プロデビューし、2005年に、アルゼンチンのボカ・ジュニアーズに、レンタル移籍。翌年8月には、フランスのエース・サンティティエンヌに、レンタル移籍した。2008年7月10日。 ポルトガルの FC ポルトに完全遺跡で加入。2010から11シーズンには、アンドレビラス・ボアス監督の下で、スーペルリーが UEFA ヨーロッパリーグ、タッサでポルトガルの三冠制覇に貢献。SC、ブラガを相手にした L 決勝では、ラダメル・ハルカオの決勝点につながるクロスを挙げた。2012年1月、セリエ A のインテルナチオナーレ・ミラノに、 買取オプション付きのレンタル遺跡で加入。怪我のためデビューは4月1日のジェノア CFC 戦まで、遅れたが、リーグ戦終盤の6試合に出場。シーズン終了後インテルはオプションを行使し、ポルトに遺跡金1100万ユーロを支払った。インテルとグアリンの契約は2016年までの4年間で、年俸は210万ユーロ。2012年8月30日のヨーロッパリーグ。 FC バスルイ戦でインテル移籍後初ゴール。2012年10月31日サンプドリア戦でリーグ戦初ゴール。10月4日のエルネフチバ空戦ではチームが挙げた3ゴールをすべてアシストする活躍で勝利に貢献した。2013から14シーズン背番号を14番から13番に変更。2014年1月にはマンチェスターユナイテッド FC や チェルシー FC、ユベントス FC への移籍が浮上。特に、ポルト時代にも獲得に関心を示していたユベントスは、ミルコ・ブチニッチとのトレードで、交渉成立がほぼ確定だったものの、インテルファンからの反発を恐れた、インテル会長、エリック・トヒルが、移籍交渉の中断を支持したため白紙に戻った。2016年1月27日、中国。 スーパーリーグの上海緑地進化へ完全移籍することが発表された。2017年6月30日、クラブとの契約を2年間延長した。2019年7月16日、退団することを発表した。中国スーパーリーグでは83試合に出場し23ゴール21アシスト。AFC チャンピオンズリーグでも5試合に出場し1ゴール1アシストを記録。 公式戦、通算100試合に出場し28ゴール20にアシストを記録して去ることとなった。なお、契約満了を迎える前に双方合意の下でフリーとなった。2019年9月27日、ブラジルセリエ A の CR バスコダガマに加入する。翌年9月18日、クラブとの契約を解除した。2021年1月より、ミジョナリオス FC と契約し、 約17年ぶりに母国へ復帰することとなった。2006年5月24日、エクアドル戦でコロンビア代表デビュー。2005コンカカーフゴールドカップ、コパアメリカ2011、及び2014フィーファワールドカップのメンバーにも選ばれた。複数のシステムに対応できる万能なミッドフィールダーで得点力に求む。ありがとうございます。